陸前高田市立図書館は岩手県陸前高田市の公共図書館。1964年に設置された。2011年3月11日の東日本大震災で壊滅的な被害を受け、2012年からはログハウスの仮設館で業務を行っていたが、2017年7月20日に新図書館が開館した。震災後には、 私立図書館の他に3館の施設図書館が陸前高田市内で活動を行っている。臨時の海浜図書館が置かれた高田松原陸前高田市の前身となる自治体では1924年1月26日に竹駒村の竹駒村立小学校に竹駒村立図書館が同年3月8日に米崎村の米崎村立小学校に 米崎ザ村立図書館が同年3月15日に広田村の広田村立小学校に広田村立図書館がいずれも摂政宮殿下ご成婚記念事業として設置された。竹駒村立図書館と米崎ザ村立図書館では小学校長が図書館長を兼任している。1930年12月1日には高田町の高田町立小学校に 高田町立図書館が設置され、翌1931年5月に高田町青年会館に移転した。この図書館は425冊の図書を備え、年間2000人が利用したが、施設は不十分だったという。1931年7月23日から8月31日には、風光明媚な高田松原に臨時の海浜図書館が開設された。 1955年には、高田町を中心とする三町五村が、新設合併して、陸前高田市が成立した。1959年4月、陸前高田市あざ本丸29にある、陸前高田市役所の一室に、陸前高田市中央公民館と書部が設置された。1964年には、陸前高田市立図書館条例を制定し、 4月1日には、中央公民館図書部が、陸前高田市立図書館に改称された。陸前高田市立高田中学校が移転すると、1967年7月15日には、高田中学校の校舎に移転し、2階西側の3、教室を用いて図書館業務を再開した。同年11月1日には、巡回分庫を開始したが、 トラックにテントを張った簡素な車両だった。中央公民館時代の図書館の蔵書数は約1万千冊だった。陸前高田市は1972年から1974年に22,562平方メートルの公共施設建設用地を取得。1976年から1979年にかけて陸前高田市民体育館。 陸前高田市中央公民館、陸前高田市立博物館を建設しており、1977年9月5日から1978年2月28日には891平方メートルの図書館を建設。総工費は1億2858万9000円。1978年3月12日に新館の開館記念式典を行い、 1870冊を備えて4月に開館した。新設された建物は、鉄筋コンクリート作り2階建てであり、床面積は1階が477平方メートル、2階が414平方メートルで、計891平方メートルである。公共施設の集合体である、陸前高田市体育文化センターは、岩手県有数の施設として称賛され、 岩手県のみならず、東北地方の各県や近畿地方などからも視察者が訪れた。1階に学生閲覧室、児童閲覧室、研修室、閉下書庫、車庫などがあり、2階に一般閲覧室、研修室、基調本書庫、ブラウジングコーナーなどがあった。一階には学生用の席が十四席、児童用の席が十四席設けられており、二階には 一般用の席が36席設けられていた。1979年度の蔵書数は15,393冊、貸出冊数は13,955冊だったが、1984年度には蔵書数が28,533冊、貸出冊数が28,183冊、1988年度には、 蔵書数が36,426冊、貸出冊数が3338冊と9年間でそれぞれ2倍以上に増加している。図書館に隣接する体育館と中央公民館を隔てる時計等1985年頃には図書館と地元の郷土市屋が協力して吉田家文書の解読作業を開始した。 1988年には1階の自動閲覧室に書家を設置し、1989年4月には1階に学生閲覧室と研修室を新設。1991年5月にはコピー機を導入し、1993年には AV 書家を設置したほかに、国立国会図書館の図書館館貸出制度に加入した。 1995年7月には中高生を対象としたヤングコーナーを設置。1997年の入館者数は3368人、貸し出し数は67540点であり、1人あたりの利用率は岩手県内で注意に位置していた。2002年12月3日にはオンライン蔵書検索システムを導入。 岩手県の63館中32館目のコンピュータ導入事例である。コンピュータの導入によって貸出指数が大幅に増加し、2002年度の貸出点数8万692点が2003年度には10六8666点となった。震災前の2010年4月時点の増所数は8万364点だった。 図書館とボランティアグループが協力し、読書ボランティアの育成、図書館でのお話、会、学校や保育園での出前お話、会、ワークショップ、講演会、ブックスタート事業など、特に幼児や小学生を対象とした支援活動を行っていたが、中高生への支援が手薄だとされていた。2007年に、 文部科学省が子ども読書応援プロジェクトの公募を行うと、作家の出前授業をメインとした0歳から18歳までのあらゆる子どもを対象とした活動を行っている。この活動の中では、アメリカ出身の詩人であるアーサー・ビナード、絵本作家の井野和義、児童文学作家の斎藤洋などが講師を務めた。東日本大震災2010年4月時点の 蔵書数は8364点。岩手県指定文化財の吉田家文書を所蔵し、古文書や絵図などの貴重な郷土資料なども所蔵していた。2011年3月11日の東日本大震災では、津波によって図書館の建物が壊滅的な状態となり、図書館がどこにあったのかもわからないような状況であった。地震発生当時の館内には、 職員6人、利用者4から5人、古文書研究会員2人がいたが、利用者を避難誘導してから館内で図書の整理作業を行っていた、職員6人と非番の職員1人の7人が、亡くなった。陸前高田市立米崎小学校に駐車中だった、移動図書館者は、地震発生後に図書館に戻っていたが、津波に押し潰されて、横倒しの状態で発見されている。 陸前高田市立体育館で行われた現地調査では陸前高田市には推定15.8メートルの津波が押し寄せたとする指摘もある陸前高田市では市教育委員会障害学習課に所属する職員12人中11人が亡くなっている図書、資料の大半が流出するか浸水する被害を受け郷土資料6000冊を含む 蔵書約8万冊を失った。陸前高田市は総面積の5.6%、建物用地の42.9%が浸水被害を受け、市役所本庁舎も全開した。4月30日に岩手県立図書館が作成した資料では、陸前高田市立図書館の建物は壊滅状態、設備は把握不能とされている。東日本大震災では、 岩手県の公立図書館57館中30館が建物被害を受け陸前高田市に加えて野田村の野田村立図書館と大槌町の大槌町立図書館の3館は壊滅的な状態となった陸前高田市に隣接する大船渡市立図書館は6月5日に活動を再開しておりこの際には陸前高田市民にも貸し出しサービスを拡大した 岩手県の陸前高田市、大船渡市、住田町に加えて、宮城県の気仙沼市などは、気仙地方と呼ばれて一体性を持つ地域であり、陸前高田市立図書館は、大船渡市や住田町の在住者にも貸し出しを行っている。被災資料の修復作業吉田家文書吉田家文書の修復作業にあたった岩手県立博物館吉田家文書の修復作業にあたった、 国立国会図書館私立博物館なども含めると、陸前高田市では約56万点の文化財などが被災したが、その8割を回収することに成功している。図書館の2階は壁際の書家を除いて破壊されたが、基調本庫に保管されていた古文書、市議会資料、市市編纂資料などは水に使ったものの流出を免れた。2011年4月に、 岩手県立博物館に搬送されると岩手県立博物館は吉田家文書などの洗浄やクリーニングなどを行い岩手県に派遣された国立国会図書館は応急処置や撮影などを行ったその後は国立国会図書館に搬送され本格的な修復作業が行われている海水に使った資料の修復は世界初の試みである吉岳文書は 地元の郷土市やらが20年以上かけて解読作業を行っており、95冊中93冊の解読が終了していたが、そのデータは図書館と共に流出したため、2011年12月には解読作業をゼロから再開している。二回書庫の整理作業の様子は2011年5月2日に NHK の NHK ニュースをはよう日本で取り上げられた。 強度資料強度資料の修復作業にあたった、岩手県立図書館強度資料の修復作業にあたった、東京都立中央図書館基調本庫以外の資料は全て流出したと思われていたが、実際には自衛隊が約2万冊の自動書、小説、強度資料を車庫に集めており、地元住民によっても集められていた。2011年11月には、東京都の NPO 団体が、 社庫の共同資料を発見し、日本図書館協会を通じた情報提供と資料救済の協力を申し出る。その後、陸前高田市教育委員会が岩手県立図書館に救済を要請し、岩手県立図書館、国立国会図書館、日本図書館協会が協力して資料の創作や修復などを行った。二0十二年三月十七日から十九日には、 これらの機関が陸前高田市立図書館で創作と仕分けを行い約500点の資料を救出した。6月3日から5日には岩手県立図書館で資料の応急処置やクリーニングを実施。国立国会図書館や日本図書館協会の専門家に加え富士大学、森岡大学、岩手大学の教職員や学生などもこれらの作業に加わった。 再入手が困難な259点について、岩手県立図書館が応急処置を行い、8月からは、うち62点のデジタル撮影を行った。2013年8月には、陸前高田市立図書館の要請によって、62点のうち再入手できなかった51点の書物が9月に、東京都立中央図書館の資料保全室に運ばれた。 東京都立中央図書館の資料保全室は資料修復を専門とする日本の公立図書館唯一の部署である。撮影、解体、ドライクリーニング、消毒、洗浄、乾燥、平滑化、補修、再生本の順に1年半かけて修復作業を行った末に2015年3月20日に仮設図書館に返還された。書物の返還に先立ち、 東京都立中央図書館では2月20日から3月11日まで、大津派から蘇った郷土の宝、陸前高田市立図書館郷土資料の修復展を開催している。2013年8月には関係者などによって、発掘されていた83点を追加で受け入れ、2016年末までの予定で修復作業を行っている。2013年3月18日には、 陸前高田市内にある岩手県立高田高等学校図書室の被災資料の救済作業を森岡大学が開始している図書館の再開仮設館の開館7人の職員全員が亡くなった陸前高田市立図書館は応援職員を中心に2011年度には移動図書館活動のみを行い津波の被害を受けなかった21カ所を巡回した図書館勤務経験があった 自治体職員は一人だけだったが、2012年3月に、書誌データの登録業務を開始。2012年度にはこの正規職員一人、食卓職員三人、緊急雇用創出事業による臨時職員六人によって、仮設館内で寄贈図書の選書と登録作業を開始。二千十一年度中には、全国各地から図書の寄贈があったため、職員は、選書や、 蔵書登録などの作業を行う。図書館システムを構築した業者の社長も震災で亡くなっており、蔵書登録作業は難航した。ブックカバー張りのボランティア募集には、市内や岩手県内のみならず、東京都、埼玉県、愛知県などからも支援者が駆けつけている。2013年度には1000人館長、正規職員1人、嘱託職員4人、 緊急雇用創出事業による臨時職員6人の体制となった。2012年6月中には全開した図書館の解体作業が開始され、2013年3月までに解体作業が終了した。図書館振興財団からの支援を得た札幌市のボランティア団体、北海道ブックシェアリングは、仮設市立図書館の建設資金550万円を寄付。 札幌大学の学生らがボランティアとして仮設館の建設にあたり、2012年8月末にはログハウス2階建ての仮設館の建設を開始した。この仮設館は竹駒町の高台にあり、子供図書館、小さいおうちに隣接している。約2週間後の9月にはログハウスが完成し、12月1日にはログハウス内で、 仮設図書館一般閲覧室が開館した。仮設館は旧図書館から5キロメートル離れており、公共交通機関によるアクセス手段がないため、どの程度の利用者がいるのか未知数の状態での開館だった。開館時の蔵書は約1万3000冊。一般書の他に郷土資料や震災関連資料などがあり、開館当初から 検索システムや取り寄せサービスを行っている。日本全国から寄贈された約1万3000冊のうち約4000冊が配下され、貸し出しやコピーなどのサービスも再開した。建物内部の入り口付近には木製テーブルや書棚を置いている。室内の一角には東日本大震災関連図書コーナーを設けており、関連する新聞記事のスクラップなどを並べている。 開館月の2012年12月には1日平均15人ほどが利用した。2013年6月以降には立教大学から初夏の寄贈を受け、2013年9月には精神女子大学他からパラソルなど憩いの広場の寄贈を受けた。仮設館の取り組み仮設館の館内寄贈された書籍の保管場所の確保などに問題を抱えていたことから、 2012年6月には陸前高田市立図書館夢プロジェクトが開始された。このプロジェクトはバリューブックスによる社会事業ブックスフォージャパンの一環であり、寄贈された図書の買取金額相当を図書館再建の資金に充てている。2014年9月末時点では130万冊以上がこのプロジェクトに寄贈され、その買取金額は 約2300万円に上る。毎週水曜日には、図書館内でコーヒーを飲みながら利用者同士で談笑ができる井戸端図書館を開催している。震災前には1日平均120人の利用者がいたが、2013年8月時点では1日平均17人程度である。震災時には、全ての音楽 CD が流出しており、 同8月には日本レコード協会から音楽 CD500 枚が寄贈された。開館10ヶ月後の2013年10月22日には仮設図書館への来館者数が5000人を突破した。2015年4月時点の蔵書数は震災前の46%にあたる37,027冊である。陸前高田市立図書館の2015年時点の 貸出者数は震災前の30%、入管者数は震災前の28%だった。民間支援によって開館した3巻の入管者数を合わせても2009年度の入管者数の半分にも満たない。内陸部にかさ上げ用土砂を運搬するための巨大ベルトコンベア、東日本大震災で大きな被害を受けた陸前高田市は、 旧市街地に高さ10メートルの傘上げ地を造成、そこに全く新しい新市街地を建設する。市民の代表者、ボランティア団体、NPO 団体、有識者によって構成される図書館検討委員会が基本構想の素案をまとめ、その素案に市民アンケートやパブリックコメントを反映させた上で、2015年9月には、 新陸前高田市図書館整備基本構想が発表された。笠上げ地に建設される新図書館は中心市街地の本丸公園通りに面し、町中公園と隣接する。商業施設が併設され、商業施設を建設する事業者が整備した図書館スペースを陸前高田市が買収する形式をとる。図書館は商業施設とコミュニティスペースを共有し、 各種イベントを開催する予定である。震災前の図書館と同じ、延べ床面積891平方メートルを予定。約3万5千冊の一般書コーナー、約1万5千冊の自動書コーナー、約5千冊の郷土資料コーナーなどが設けられる予定であり、約1万8千冊の公開書庫や、約3万冊の閉下書庫が設置される予定である。雑誌。